じゃあ進みます。ナーディショーダナンとかですね、体と心を統合する超速尿の2番のナーディショーダナってありますね。ハタヨーガプラディーピカーにおいて次のように説明されています。 2-6 から2-10まで引用文が出ていますね。まず 2-6 ですが、それでスシュンナー、これは肉体的にはね、脊髄中枢神経とお考えください。脳から下に向かっている脊髄神経、これは、まあ、中枢神経ね、から不純物が除かれてっていうのは、脊髄中枢神経、そこは脳脊髄液、脊髄液っていうものが流れてるし、あと神経を情報が行ったり来たりしてるわけです。末梢神経から脊髄神経に集まって脳に行って判断する、それは求心的な動きと言われています。それから脳から命令が脊髄伝わって降りていって、各末梢神経に行って体を動かして外に出ていく、遠心的な働きと言われていますね。それで脳と末梢神経及び体の仲介役をするのがこのスシュムナーなんですよ。脊髄中枢神経ね。ですからそこにゴミが溜まったり、あるいは薬でその残存物が溜まっていくと、神経の通り情報伝達のやり取りがうまくいかなくなってくるんですね。あるいはそこに損傷を受けると不随になるでしょ、関係ある部位が動かなくなっちゃうでしょ。ですから非常に大切なところで、脊髄そのものは手術あんまりできないんですね。脳と一緒でね、あんまりいじれないところなんですよ。でそこから不純物が除かれてっていうんだから、これは血液をきれいにするのと、呼吸活動を適当にするのと、それから脳で考えた情報を体に伝える訓練ね、もしダメになってしまったらリハビリで、逆に皮膚から刺激を与えて末梢神経から脊髄に行かせて、それを脳に伝えるっていう求心的なリハビリと遠心的なリハビリね、どっちもやって浄化していかないと前のように機能しないんですね。まあ、100% 完璧には戻らない場合が多いんですけどもね、まあ、100% 戻らなくても、まあ、80% の働きすればなんとか生きていけるということなら、そこまでリハビリしなきゃないんですね。ですから目に見えないところの浄化の方が難しいんですよ。手に泥ついたら何、水で洗えばいいでしょ。でも脊髄が汚れてるって言われても取り出して洗うわけにいきませんので、なかなか難しいんですよ。不純物が除かれて浄化がなされるように、規則正しく清らかな心を持ってプラーナーヤーマを行うべきである。ですから規則正しく清らかな心を持って普通の呼吸活動してれば一日中できるでしょ。45分座ってナーディショーダナやるんですよとかって言うと45分でしょ。そうじゃなく寝てる時でも、まあ大体要員たちっていうのは寝てる時、睡眠してる時でも呼吸が一定してるんですよ、落ち着いてるんですよ。病気の人ほど呼吸早くなったり遅くなったり乱れるんですね。特に心臓悪い人たちね。ですから寝てる時の呼吸まで安定してたなら、まあその人は結構プラーナーヤマができていると言えるでしょうね。それから座ってナーディショーダナとか特殊なプラナーヤマやるのではなく、平静の呼吸が落ち着いている人、それは大体プラナーヤマやってもよくできるんじゃないかと思います、そういう人たちはね。ですからどっちが大切かって言ったら、長い時間の方ですから、特別な呼吸法をやっていない平静の呼吸がどうかっていうことなんですね。必要な分深まって落ち着いているかどうかというようなことなんですね。それで詩吟とかああいうのはプラナーヤマの訓練になるので、詩吟なんかやっている人たちは比較的長生きします、健康でね。
息を長く吐いていくような歌い方とかね。ヤングたちが、ロック歌手みたいな人たちが歌っているような息の短い歌い方っていうのは健康には資しません。まあ別に詩吟とかやんなくてもいいんですけれどもね。とにかく息を長く吐いていくっていうのは、まあいいトレーニングになることは間違いありません。2の7は、ヨーガ行者はパドマーサナを組み、まあこれは他のアーサナでも別に構いません。左の微動を通して気息を吸い入れ、できるだけ息を保ち、それから右の微動を通して気息を吐き出す。まあ左から吸って右から出す。そして2の8、次に右の微動を通して気息を吸い入れ、徐々に体内に満たし、前のようにして細くし、それから左の微動を通して気息を吐き出す。2の9、その後は気息を吐き出した方の微動を通して気息を吸い入れ、まあこれは当たり前ですね。できる限り長く細くしておき、できる限りって言ってもこれはその人の肺活量の問題もありますので、まああまり無理ない程度にって理解した方がいいでしょうね。それから他方の微動を通してゆっくりと無理強いしないでね、気息を吐き出す。無理やり吐くのではありません。このようにして右の微動と左の微動を通しての左右交互呼吸法を普段に行じ続けるならば、行者のすべてのナーディ、気道、神経組織は3ヶ月で浄化されるであろうっていうんですけども、これは1日最低8時間ぐらいを3ヶ月続けてっていうことですから。まあ、45分1回やってね、3ヶ月っていうことではないんですね、これはね。45分1回でっていうなら数年かかりますよ。こういうことを狙おうと思うとね。ですからこれは専門的な修行者にしかで一き番最な初、いの右で、の親その指人で、はもっ右の肩。と穏健なアーナーパーナサティとかね、そういうようなことでいいのではないかと思いますね。以上の基本的説明に従って、ナーディー・ショーダナを十分実習してくださいっていうんですが、これもなかなかできないので、まあ即肝腎のね、テープじゃないや録音を作って、まあ自分の息を見つめる、それから思いを見つめるという行を一生懸命やられたらどうですかっていうことです。まあこういうのはね、20代30代までにやっておかないとダメです。もう皆さんの年になってからね、始めようと思ってもなかなか難しいですよ。まあ若い人にしか向かない修行方法っていうのもあるっていうことです、残念ながらね。まあ語学だって9歳ぐらいまでにやればバイリンガル2カ国語どっちも自動的に切り分けて使えられるけれども、年取ってからね、いろんなことやったって自動的に外国語なんて出てきませんよ。それは諦めて他の方法を考えたらいいんですね。出会った時がもう皆さんちょっと遅すぎたしね、プラナヤマみたいなのと出会った時にはもう遅すぎたんですよ。体操上手になるにも遅すぎたけども、体操っていうのはまあ多少ね、できればヨガの先生になれたので皆さんでもできたと思うけれども、本当にアーサナの、ハタヨガのアーサナみたいなのをやろうと思うと、やっぱり10代20代でマスターしておかないと無理な話でしてね。ですから別な方法でやったらいいということナーディー・ショーダナはまあね、皆さんがどれぐらいやるかは皆さんの熱意にもよるし、やりたかったらやればいいし、やっただけの効果があるっていうことです、これはね。効果は必ずあります、ナーディー・ショーダ最初、右の親指で右の鼻、こう押さえちゃいますね。で、残った手はね、浮かしておいてもいいですし、浮かしておくときにはね、まっすぐ伸ばしたまま浮かしておく方法と、人差し指の中指を軽く曲げる方法とありますね。僕は基本的にはこの眉の間にか、その上に人差し指と中指軽く当てておいて、そこを内的にこっからね、こう見つめてるんです、僕の場合はね。いつでも一点凝視、眉間表面部こう内的に上目遣いで見つめてますので、こういつでも見てる、その見るところに僕は人差し指と中指を軽く添えるようにしてます。で、そこ見慣れてる方で手がどうもこういうのに馴染んでるっていう方はこういう形で構わない、どっちでもよろしいんですね。で、まあ
人差し指、中指はどうでもいいですが、その後押さえ方だけやっておきますと、まあ、右の鼻を開けてですね、左の鼻を押さえるときには主に使うのはこの薬指だけです。薬指で押さえるんであって、小指はそれに添えるだけで、薬指で強く押したりとかですね、薬指横にずらして、この薬指とね、あの小指で2本でこう押すんではないと思うんです、普通は。中指、薬指1本で十分です。そして小指は添えて、ちょっと軽く押すぐらい。で、押すときに軽く小指がその鼻のところに触れる。それは構いませんが。あとはそれ離して、また親指でっていうようなことですね。そしたら行ってみましょうか。じゃあ親指で右の鼻を押さえまして、人差し指と中指、額に当てがって、一旦左の鼻から息を吐いていってください。吐き終わったら左の鼻から息を吸っていって、意識を眉間に導いていって、今くんばかなし。左の鼻を押さえて右の鼻を開けたなら、右の鼻から息を吐いていきます。また右の鼻から息を吸いまして、意識を眉間に導いていってください。で、右の鼻を押さえて左を開けて、眉間から左の鼻を通じてプラーナを流してやったと思ってください。もう一度いきましょう。また左の鼻から息を吸って、意識とプラーナがどちらも眉間に上っていったと思って、はい、左の鼻を押さえて右の鼻を開けて、意識とプラーナを眉間から右の鼻へ流してやったと思ってください。はい、その要領で右から吸って、また左。左から吸って、右の鼻。マイペースで続けていってください。これはご自分の呼吸の長さでやらないと修行になりませんので、人に合わせないで、自分で一番楽な息の長さ。それでごく自然にいって、今はプラーナーヤマなしですね。で、続けながらお聞きください。復習しますと、まあ、書いてないことですが、基本的には自分の一番楽な息の長さで行うこと。決して頑張りすぎないということですね。それから、浄化意識を持つ。このナーディーショーダナ、プラーナーヤーマをやることによって、私のナーディーが浄化されていくという、まあ、信念ですね。それを持って行う。それから何回も重ねていったときに、あれこれ考え事が出てきますね。雑念妄想が出てきたならば、私は今手を使って行うナーディーショーダナプラーナーヤーマを行っているというところに帰って考え事を手放していくわけです。そうするとプラーナーヤーマ行が、まあ、眉間を内的に見つめていれば、そこに対する行念と、それから覚束、雑念妄想に気づいて、それにとらわれずに手放していくという覚束も入ってくるわけです。そうするとこれはもう、あと手を離して行うと瞑想行に入ってきますね。で、そのプラーナーヤマを行いながら、ご自分のお腹と胸の動きをよく観察していってください。息を吸った時には最初お腹が膨らんで、それからさらに吸うとお腹がすぼんで胸が左右に開いていく。で、息を吐き始めると最初はお腹が少し元に戻って、さらに吐いていくとお腹がすぼんで胸もすぼんでくる。そういう腹胸式ですね。お腹と胸とどちらも動く腹胸式呼吸になっているかどうか。もちろん腹式呼吸だけで、お腹だけを動かす腹式呼吸だけでナーディーショーダナもできますが、
十分にやろうと思うと、やっぱり腹胸式呼吸でナーディーショーダマを行った方がよろしいわけです。ではそろそろクンバカを入れたい方は、次どちらの鼻からでもいいですから、息を吸った後両方の鼻を止めてしまって、でジャーンドラマンがするしないは別にして息を止めておいて、で苦しくなる前にですね、反対の鼻からプラーナを出してやる。そのようにしてクンバカを入れて、そのクンバカを無理のない範囲内で少しずつ伸ばしていけたら大変結構です。ちょっと伸ばしてみて苦しくなったなら、それはすぐ元のクンバカの長さに戻して、あるいはクンバカ 2,3 回抜いて楽な呼吸に戻して、それからまたクンバカやったらよろしいでしょう。でハタヨガ的にやりたい方は、顎を引いてそのジャーランダラバンダをがっちり決めるわけですが、その時には息を吸っても吐いてもね、お腹は本当は収縮してる、収縮することによってムーラバンダもグッと入るんですが、そのムーラバンダは難しいですから、特別気にしなくてもよろしいです。ウッディーアナバンダとジャーランダラバンダ、腹部の引き締め、あるいは内臓挙上と顎の引き締め、それが入ればそれでだけでも大変結構だと思います。で息を吐いた後もね、少しなら息止められる、つまり止息できる方は、息を吐いた後もね、ちょっと軽く鼻を閉じて、そのまま1、2秒から2、3秒でもいいですよ、ちょっと息止めておいて、苦しくなる前に息を吸い始めるというふうにして、補足というクンバカ、それから止息というクンバカ、どちらも入れていったらよろしいでしょう。ジャーランダラバンダ、ディアーナバンダ入れるときに、多少の状態の動きはあってもプラナーヤマするときに、息を吸いながら体を大きく動かしたりしないように、体はなるべく、体の動きはなるべく小さい方がよろしいです。オーバーアクションはなるべく避けていく。ハタヨガ本当に上手な人の動きは少ないですよ。下手くそな人やると名前を挙げると菅原健さんですが、モーションが大きいですね。あれはゲノハタヨガのやり方、いつでも瞑想につながる行事方がベストです。で、クンバカしている人も少しずつクンバカを短めにして、楽に楽にクンバカを短くしていって、また左右交互に行うプラナーヤーマに戻っていってください。交互に行いながら、それを行いながら、先ほど読みましたマントラ、ガーターを僕が読みますので、それを聞きながらどうぞナーディーショーダマをお続けください。 Breathing in, I calm my body. 息を吸って私は静か。 Breathing out, I smile. 息を吐いて私は微笑む。Dwelling in the present moment. この今に生きることこそが、I know this is a wonderful moment. 私には素晴らしいひととき。Calming, 身も心も静かに。Smiling, 微笑めば。Present moment, 今このままが、Wonderful moment, 素晴らしいひととき。プラナーヤマやりながら、息を吸って私は静か、あるいは身も心も静か、そう感じ取れるでしょうか。苦しいなと思っているのはゲのやり方ですよ。息を吐いて私は微笑む。息を吐いていった時に、皆さんの中から老廃プラナが出ていって、身も心も清らかになった、だからそっと心の中で微笑むことができる、そのように思えたら大変結構です。プレゼントモーメント、このプラナーヤマをしている今このままが、あるいはクンバカしているその正規充実している時が、ワンダフルモーメント、
素晴らしいひととき、このままで本当に幸せなんだって思えたら大変結構です。で、次左の鼻から息を吐いていった人は手を離して両方の鼻から息を吸って眉間に意識を導いて、また息を吐くときには眉間から両方の鼻を通じて均等に息を吐いてやる、そういう様を思い描いて普通の一番楽な呼吸にお戻りください。両方の鼻から吸って意識を眉間に導き、息を吐くときには眉間から両方の鼻を通じて吐いてやる、それをプラーナシュッディと呼んでます。プラーナシュッディ。